はい、では行きます。さあ、どうなの？セーブしてないですけどね。よいしょ。セーブはしてないけど、一応アイテムは買いました。ありさありさ。どうせやっと会えたな。勇者きついぞこれ。勇者これを見て。これアリサからの最後のメッセージだよ。え？分かってたんや。アリサのメッセージ。もうこうなることは分かってたんやな。お兄ちゃんお姉ちゃんごめんなさい。ミダスを破壊できるっていうのは嘘です。ミダスをこの世からなくすには誰かが残るしかなかったの。でも嘘をつかなきゃお姉ちゃんは自分でこの役を引き受けるつもりだったでしょ。私は、お姉ちゃんにも、お兄ちゃんにも生きていてほしかったから。私が日本に来て新しい家族を手に入れました。ほんの少しの間だったけど、すごく幸せだった。でもその間、お姉ちゃんは一人ぼっちだったんだよね。だから今度はお姉ちゃんが幸せになる番だよ。お姉ちゃん、私、本当はお姉ちゃんに会えて嬉しかったの。でも私、素直じゃないから、お姉ちゃんの顔見たら照れくさくて、ずっと謝れなかった。ごめんなさい。もうみんなに会えないかと思うと、少しだけ寂しいかな。でも、悲しまないでください。これは私が自分で決めたことだから。お兄ちゃん、お姉ちゃんを幸せにしてあげてね。じゃあ、さようなら。わかったか。アリサ。なんで私の代わりに。アリサ。辛いな。辛いの。辛いの。まあ、でもしょうがないな。大韓中軍の日本侵攻により始まった OCU 日本と大韓中人民共和国の紛争で、日本は以前 OCU 国内で起きた謎の爆発事故を大韓中人民軍の謀略であると発表した。また日本国内で発生したクーデター事件にも関与している可能性があるとして、大韓中人民共和国と徹底抗戦の構えを見せている。これに対して大韓中人民共和国政府は日本の発表を全面的に否定、一連の事件は USN の新兵器の実験であると公表した。USN 大統領は新兵器実験の事実はないとして、この発表を行った大韓中人民共和国を非難し、 OCU 日本への支援を行う構えを見せている。ほう。ああ、桐生さん、記者ですね。中国のせいやと日本は発表した。でも中国はそれを全面否定。ミダスの爆発とともに事件に関する証拠が全て消滅し、真実はこのまま闇の中へ葬り去られようとしていた。なんか、4に続くんかな、この感じ。まあ、エンディングだと思うんですけどね、これ。急に？急？これは宇宙へ行くの？スペースシャトル。急に？何？ああ。わあ、気持ちいい。切り離した。何が起きんのこれ。どういうこと？一回宇宙に行ってまた降りてきたってことか。際会議場を進む USN 大統領。あれ大統領なんや。なんかしょぼいな、細いな。マスコミの状況はどうだ。ミダスの件に関しては、 OCU と大韓中の対立による紛争、大韓中による新兵器の実験として発表してあります。我が USN はミダスの開発などしておらんし、ミダスはこの世に存在しなかったということか。うわ、佐々木や。佐々木おった。大統領、我が日本も大韓中の新兵器実験の被害国であることをお忘れなく。我々日本は今や OCU の存続よりも、かつてのアメリカと日本のような友好的な関係を USN に求めております。ああ、分かっている。だが君も食えぬ男だな。ミダスやクーデターの件は全て大韓中とイサオ・ニートに押し付ける。
OCU が弱いと見れば我々に鞍替えしようとする。日本人は昔から何一つ進歩がないようです。小さな島国が生き残るための知恵ですよ。我々は昔からこうして生き残った。まあ今我々も日本とことを起こすよりも友好を結んだ方が何かと便利だ。役に立つ間は利用させてもらうよ。ご自由に我々も USN を利用させてもらいます。大統領、時間です。分かった。ミスター佐々木、君にも挨拶をしてもらう。同席してくる。分かりました大統領。ほう、もうなんか全部なかったことにされてるわ。犯人にされてもうてるわ。まあしょうがない、しょうがないね。これは親愛なる合衆国国民の皆さん、大韓中人民共和国と OCU による紛争は全世界に多大なる被害をもたらしました。我が USN は、一番まあちょっと美味しいところ持っていったってわけじゃないけど、一番まあいいもんのふりしてるって感じですよね。アメリカが、アメリカではない、まあ、USN が、うん、でこれにつながんねや。なんなんこれ。 OCU のスペースシャトルでしょ。急いで飛んできたってことか。なんか聞いてきてるな、戦闘機。こちら USM クール。あー、お前何やと。フィリピン国籍のシャトルにする。ヒデンは領空侵犯を犯している。直ちに飛行コースを変更せよ。繰り返す、領空侵犯である。直ちに飛行コースを変更せよ。警告に従わない場合撃墜する。何か、何これ。フォークワンから管制塔へ、シャトルからの応答なし、撃墜するか。こちら管制塔、シャトルから救難信号が出ている。そのまま待機し状況を報告せよ。フォークワン了解。ミニアンシンゴ、うわ、開いた。あ、飛んだ。あ、なにこれ、バンザーや。すごーい、いたー。何するつもりなんこれ。アメリカにシャトルが何かを射出した。こちらでは迎撃できない。繰り返す、シャトルから何かが射出された。バンザー、バンザー出た、バンザー出た。まだ続くのこれ。まだ戦闘あんのか。ホワイトハウス？まあ、青いからホワイトハウスっぽくなってないですけど、ホワイトハウスですよね、これ。あんまり表立ってホワイトハウスは言えないでしょうから。ブルーハウス。さっきの会見やってたところやな、これ多分。うわぁ。うわぁ。何しに来たん？佐々木を取りに来たんか。今さら何しに来てん。当たー、当たりよった。用語急げよ、早くしないと演説が終わってしまうぞ。演説に乱入するつもりか。カメラこう来ちゃうねんから。先にトークさん捕まえろ、警察官。戦うの何やねん。何やねん。警察官は貫通っぽかったな。今マシンガンっぽかった見た目が。これでいこうか。なんなんこれ。まだ戦う。警察官4体か。はい、貫通。こんなあんま広く展開したくなかったな。盾持つか。強い。盾持ちやから詰めて戦った方がいいパターンやな。反撃覚悟で戦った方がいいパターン。
でもきついな、ちょっとロスがでかいな。殴るか。硬い、結構硬い。縦やもんな、縦ガードされちゃうんですよね。いや縦ガードされるのもったいないな。殴った方がいいわ。こいつらぐらいならなんとかなるでしょう。強引に行っても。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、めっちゃ効いた。攻撃させて、はい、ダメ。はい、一番かっこ悪い形で集中攻撃されて死んでしまう形。大丈夫、助かった。この警察のマシンええな、あのカラーリング。よし、いいね、いいね。殴りに行きます。やかしちゃうね。あ、結構きついかな。イジェクト。68%。 よっしゃ、まあこれぐらいの数字はくぐってくる。よし、倒したかも。当たりどころによっては倒した。惜しい、あと一発。ええやん、3匹とも当たりますね。よっしゃ、壊した。ああ、弱いな、全然弱い。話にならレベル。中が大ボスかな。佐々木さんが、佐々木さんがまたビーム砲を持っとるやつに来るんだ。対衝撃なんですよね。よし、オールオアナッシンかな。オールオアナッシン。うわー、意味が分かんないですけど、どういうスキルなんやろ。何これ、発射した弾が全弾命中するか全弾外れるか。すみません、本当にへーですね。対艦艇、あ、間違えた、もう壊そうだ。興味喪失してるのに、せっかく。あー、殺しちゃった。
手に喪失する警察官を殺してしまった。ただの殺人者やな。はいはいはい、ごちそうさんです。手を上げろ。よっしゃクリア。よし、あーよかった。ちょっと援軍が来るのかもなと一瞬思ってたんですけど、楽勝プラチナム。レクストンいらない。ちょっと待って、一応置いとこうか。突入するぞ。よし行こう。さあ、なん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 、何しに来たん。多分会見で真実を言うとかそういうことじゃないかと思うんですけどね、多分。はい、もう行きますよ。次セーブしとこうか。本番は次の戦闘っぽいな。よっしゃ、こう。ドキドキするな。長いっすね、でもこのゲームほんますげえ長い。ボリュームがすごい。外で何か起きてるぞ。焦らなくても大丈夫です。警察の指示に従い落ち着いて避難をしてください。大統領、早く避難を。何しに来たんやろ、ほんまに。私より観客の避難を優先しろ。わーわーわー、来たぞ。もうテロリストやん、こんなもん。自分をくぐった。上手にくぐるんやな。大統領、早く避難を。あ、言うてる場合ちゃうで。バカな、やつらは死んだんじゃなかったのか。エマ急げ。え、何をすんの。ああ、やっぱり言うんやわ。皆さん落ち着いてください。皆さんに危害を加えるつもりはありません。私たちは真実を公表するためにここに来たんです。私は USN 科学者のエミール・クラムスコイ。今回の事件の元となったミダスの制作者です。USN は新型の爆弾としてミダスを開発しました。それを日防軍により奪取され、今回の紛争が起きたのです。誰もとほざくな。すべての責任はミダスを開発した USN とそれを利用しようとした人たちにあるのです。叩き来た。ボスや。大ボスや。貴様たちが生きていたとは誤算だったよ。今そのヘラグズ口を叩けぬようにしてやる。やめろ。なぜお前は同じ過ちを犯そうとする。噛んだ。日本を守るためだ。貴様たちのような甘い考えで日本は救えない。バカ野郎。自分の過ちに気づかない者に何ができるって言うんだ。お前には何も救うことなどできない。ガキがほざくな。あー、やられた。あ、おお、来た来た来た。しかもあのヴィーナス持ってへんやん、よう見たら。なんでヴィーナス持ってへんのこれ。近づいてきた、恐怖が近づいてきたぞ。やばいぞ、殴られるぞ。あー、うっ、飛んだ。この石頭め、これまでか。殺せ。ダメだ。あんたはこれから自分がしてきたことの責任を取るんだ。逃げることは許されないぞ。なるほど、これがエンディングや、多分。
ほら。ミダスは USN、OCU、大韓中人民共和国によって奪い合いがなされ、かけがえのない多くの人命を失いました。そしてこの事実は公表されぬまま、闇に葬り去られようとしています。しかし、私たちはこの痛ましい戦争の記憶を心に刻み込まなければなりません。二度とこの愚かな過ちを犯さないために、私はここにミダス計画と技術に関する情報の凍結を宣言します。今後ミダスの被爆国であるフィリピン政府を中心に監視組織を結成し、再びミダスの悪夢が起きぬよう呼びかけていく。この放送を見ている全世界の人がこの宣言の証言者となるのです。なるほど。びっくりした。1年後、ラーブヌイ・オルシャ、勇者。ここがアリサの故郷。アリサと共に生まれ育った場所。ここに残るアリサとの思い出は楽しいものばかりよ。私たちは本当の家族だったわ。自動ですね。自動で送られてます、セリフが。すべてが終わったら私は再びここに戻ってくるわ。家族の思い出が眠るここに。そうだな。必ず戻ってこよう。その時は新しい家族も一緒にな。勇者、あなたチェリーボーイじゃなかったの？ん？悲しみはいつか癒されてしまうものなのかしら。私はきっと忘れない。私は生きていく限りこの悲しみを抱き続ける。この悲しみは生きるための力になってくれるはずだもの。あ、俺も決して忘れないよ。終わったかな。やっぱ戦争は嫌ですね。嫌やけど、嫌やとも言ってられへんしね。やっぱり大事な人を守るためにはやらなあかんこともありますから。そこら辺のバランスが難しいですよね。反対してるだけでもあかんような気もするし、賛成してるだけでもあかんような気もするし、なんていうことをちょっと言ってみたり。はい。まあ勇者に関しては完全にちょっと頭がこう熱くなりすぎるタイプだったので、まあまあちょっとあんまり良くないですけどね。やるときはやるしかしょうがないっていうこともあるからな、本当に。悲しいですね、なんかエンディングが。はあ、じゃあまあ総括しましょうか。面白かったです。すごく面白かったです。んで、まあ今回は、もちろん初見で、僕シリーズ通してももう完全に初めてやりました。なので、ちょっと勝手がね、わからないところとか、がかなりありまして、お見苦しい点もあったと思うんですけど、本当に何も知らないやつがやったらだいたいこんな感じになるよっていうことは伝わったかなって感じです。まあやってる中でコメントいただきながら、ちょっとずつまあアドバイスに従ってねやらせていただいて、うまくいったところも多々あり、協力いただいて本当に感謝しております。もしかしたら、なんか例えば、もっとあの場所でこの機体を取っとけばとか、まあ、このスキルがもうチートクラスのスキルだよとか、まあ多分イジェクトパンチとかが結構そんな感じ、コメントいただいてた感じでもそうですし、多分、見た目も相当強かった。多分ね、イジェクトパンチを全部ス
キルで埋めるみたいなことをやったら、勇者がもうめちゃくちゃに光る、光ったんだろうなと思います。イジェクトパンチ無双ができたんだろうなと思います。結局まあでもそれ面白くなさそうだったんで、まあそれにはちょっと気づいてたんですけどね。まあコメントでもいただいてましたけど、ただまあそれ使うと全然面白くなさそうだったんで、あえてあまりまあ使わないように封印しました。で、普通にダブルアサルトとか、ダブルアサルト、ダブルパンチでも十分楽しかったですからね。結局ダブルアサルトの方がでも強いですね。うん。総合的には結局一番最初の方に気に入って使ってたゼニスレブでしたっけ？あのマシンが、あのマシンのスキルが強かったってことになりますけど。うん。まあ、あとはまあ、両語。使い方は、本当に多分個性が出ると思うんですけど、両語の、二刀流マシンガン、そしてエマの重火器戦略、この辺が僕的にはまあ当たったかなと思ってます。やっぱエマと両語にだいぶ助けられた部分がありましたね。はい。特にエマかな。エマにあのミサイル両肩に持たせる戦略を取り始めてからはかなり安定したんで、いや良かったっすよね。我ながら良かったかなと思います。はい。あとはまあそうやな、ゲームとして思ったのはやっぱり8人を同時に使ってみたかった。それはもう本当に別にめちゃくちゃわちゃわちゃすることも多分ないですしね。例えば4人で行かなければならないところは4人で、で3人のところとかもありましたし、まあ逆にもっと広いマップとか、あとは例えばルカーブのあのね、実質のラスボス戦とか、あの辺で8体で行けたら面白かったのになぁと思いますけどね、うん、ちょっとその辺が残念というか心残りかな。あとは、うん、まあほとんど文句ない。面白かったです。ほとんど文句ない。もう一回もしやるなら、勇者はパンチ使わせへんかな。はい、ショットガン二つとか、ショットガンとマシンガンとかで行くんじゃないでしょうかね。はい。プラチナ26、ゴールド24、シルバー14、ブロンズ7。あ、まあまあ良くない？まあまあ良くないですか？まあもちろん、そのプラチナを全部とかそういう縛りとかをやる方もいるんでしょうけど、だってプラチナが一番多いからね。これ、マージャンで言ったら相当成績いいですよ。これ、1茶が20、1茶が一番良くて、1茶2茶取ってる、浮きの状態でかなりほとんど浮いてますし、ブロンズが少ないもん。よかったよかった。まあうまくいってた方なんじゃないですかね。まあゲームオーバーも何回かなりましたけど、はい。じゃあセーブしとこうか。セーブできるな。またもしかしたら1から始めたりできるのかもわかんないですけど、ラストスキルファイルっていうのがセーブされました。はい。OK。よっしゃー。ということで、フロントミッションサードをこの辺で終了したいと思います。かなり、まあ、長くなっちゃって、で、ゲーム的にもグダグダした部分も多々ありましたので、本当に申し訳なかったですけど、僕自身はすごく楽しめました。本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またフロントミッションのシリーズもそのうち手を出していきたいなと思います。新しいのも出てるみたいなんでね。はい。ということで、本当にありがとうございました。始まったけど、この辺で終わります。よっしゃ。